1913年のザ・カントリー・クラブ1913年のザ・カントリー・クラブ1913年全米オープンのマサチューセッツ州ブルックラインのザ・カントリー・クラブでのフランシス・ウィメット1913年全米オープンでのフレッド・マクロードとハリー・バードン・ザ・カントリー・クラブはマサチューセッツ州ブルックラインにある米国で最も古いカントリー・クラブの一つ 全米ゴルフ協会設立に貢献した5つのクラブの一つに数えられ、また当時無名のフランシス・ウィメットが勝利した1913年の全米オープンを含む多数の USGA 主催大会の開催地となった。およそ1300人のメンバーを有しているが、その配達性においても有名である。1882年1月14日、ボストン出身者有志が集まり全米最古の カントリークラブの一つとして創設された。USGA のアメリカ初期100クラブリストにも集載されている。設立当初は乗馬や野外活動に重点が置かれていて、ゴルフコースができるのは1893年まで待たねばならなかった。移行数年間は用地の使用法をめぐり、ゴルファーと他のクラブメンバーの間に対立があった。実際、 元々存在していたレーストラックとゴルフコースが一部で重複するなどしていた。ゴルフコースは何段階かに分けて増設拡張が行われたため特定の設計者と呼ばれる者がいない。最初期の6ホールコースは3人のクラブメンバーがレイアウトを行い、その翌年にスコットランド人であるウィリー・キャンベルがクラブプロとして招聘された。キャンベルは 全体の見直しと9ホールへの拡張をその夏に実施し、1899年には周辺の用地買収を伴った18ホールコースへの拡張を行った。1902年頃にはハスケール社製ゴルフボールが広く使用されるようになり、コースの距離延長が必要となった。さらなる用地買収の後、1908年に2人の メンバーの設計で新たに3ホールが増設された。1988年にはリーズ・ジョンソンが全米オープン開催のために大幅な改修を行った。1894年、ザ・カントリー・クラブは USGA 設立時に中心となった5つのクラブの一つだった。当初の目的は誰もが認める全米アマチュア選手権を開催することであり、実際、 翌1895年に第1回大会が開催された。同年第1回の全米オープンも開催された。ザ・カントリー・クラブで開催された最初の USGA 選手権試合は1902年の全米女子アマチュア選手権だった。1896年にスコットランド人のプロであるアレックス・キャンベルをヘッドプロとして雇用した。キャンベルは当時キャディをしていた。 フランシス・ウィーメットの才能を見出し、チャンピオンシップ級の選手に育てることに、大いに貢献した。1913年の全米オープンはここ、ザ・カントリー・クラブで開催された。大多数は、伝説的イングランド人ゴルファーのハリー・バードン、または、テッドレイのいずれかが優勝するだろうと考えていた。72ホールを終了して、優勝候補の2人は20歳のアマチュアである、 フランシス・ウィメットとタイスコアで並んでいることに気づいた。そして翌日の18ホールプレイオフにも連れ込んだ。ここでウィメットは大勢のギャラリーの前で2人のプロゴルファーを見事に破り、これを報道した新聞記事にアメリカ大衆は引きつけられた。その50年で米国のゴルフ人口は少なく見積もっても3倍になり、ゴルフ場も パブリックコースを含めて急速にその数を増した。ウィメットの勝利から50周年と75周年に当たる1963年と1988年の全米オープンもここで開催された。100周年に当たる2013年の全米オープンはフィラデルフィアのメリオンゴルフクラブで開催されたが、代わりにその年の全米アマチュア選手権はこのザカントリークラブが会場となった。 1913年の全米オープンでのフランシス・ウィメット勝利のストーリーは2002年のマーク・フロストによりザ・グレイテスト・ゲーム・エバー・プレードで書籍化された。偶然にも著者であるマーク・フロストは1976年にザ・カントリー・クラブの会長であったトーマス・ビー・フロストと同じ性を共有していた。1999年のライダーカップの舞台にもなった。 ジャスティン・デナードが17番グリーンで、形勢逆転の45ヤードのロングパットを決めた際、他の米国チームプレイヤーが大勢グリーンに上がって祝福した。だがこの時まだ、ホセマリア・オラザバルは、パットを打っていなかった。グリーン上の秩序が回復した後、オラザバルは、集中力を取り戻そうとしたが、結局このパットは入らなかった。ザ・カントリー・クラブは長い間マサチューセッツで最良の、 コースとみなされており、過去10回のマサチューセッツ州アマチュア選手権を開催している。ゴルフコースとしては全27ホールで、これらを2つのコースとして使用している。メインコースはクライドとスクイレルという名称を持つそれぞれ9ホールずつの都合18ホールであり、これが元からあったコースで、1913年の全米オープンはここで行われた。 現在はメンバーがプレーしている。もう一つの旧ホールコースは、ブリムローズコースと呼ばれ1927年に増設された。シネコックヒルズゴルフクラブ、デンバーのチェリーヒルズカントリークラブ、ホームステッドのカスケードコース、マサチューセッツのキタンセットなどを手掛けた、ウィリアム・エス・フリンの設計による。長い距離を必要とするメジャーな大会で使用する際には、 クライドコースの3ホールを使わず、代わりにプリムローズコースのうち3ホール半を使い、ほぼ7400ヤードのコースに仕立てている。プリムローズコースが完成した後のメジャー大会では、すべてこのレイアウトを用いている。現在のヘッドゴルフプロは、ブレンダン・ウォルシュが務めている。この他に5面のインドアテニスコートと、芝生植生を含む4面の屋外テニスコート、パドルおよびスカッシュコート、 カフェを併設したオリンピックサイズのプール、カーリング場、スキート射撃場、スケート場、ホッケー用ピッチを備えている。ありがとうございます。